ところで皆さんの出身にも里山はあると思うんですけど、はいはい、私の田舎の里山自慢をしてもらいたいと思います。じゃあ今日まだ一言も喋ってない佐藤まさきちゃん。はい、まーちゃんの地元はどこですか？北海道なんですけど、はい、北海道の自慢はアスパラ狩り。アスパラ抜き、でなんかそんな感じの名前で、アスパラをいくらぐらい払ったら取り放題みたいな、珍しいのがあったりとか、白アスパラ、黒アスパラとか、あとリンゴ狩りとかイチゴ狩りとか、あと一番里山だなと思ったのはアルパカ。アルパカ？アルパカ？アルパカ狩り？アルパカ狩りじゃないです。何言ってるんですか？怖いですよそれ。アルパカと触れ合ったり、羊と触れ合ったり。あ、北海道らしいね。あとなんか森の木だけの公園とか、木でできた滑り台とか、木の滑り台をちょっと、めっちゃ水張り立ちそう。そう、ブツブツブツって行くんですけど、そういうとこがありますね。で、楽しかったの？ちっちゃい頃は楽しかったんですけど、この前帰った時全然楽しくなかったです。大人になったってことだね。大人になったってか、東京に染まっちゃったね。あ、そうなんだ。